24章。さてアブラハムは老いて高齢になっていた。エホバはすべての点でアブラハムを祝福された。それでアブラハムは自分のしもべ、すなわち家の者のうち最年長で彼の持つすべてのものを管理していた者にこう言った。どうかあなたの手を私のももの下に当てるように、天の神また地の神であるエホバにかけて誓ってもらわなければならないのだ。すなわちあなたは私の息子のために、私がその中に住むカナン人の娘たちからは妻を迎えず、私の国私の親族のもとに行って、ぜひとも私の息子イサクのために妻を迎えるように。しかししもべは彼に言った。もしその女が私と一緒にこの土地に来ることを望まなければどういたしましょうか。ご子息をあなたの出てこられた土地に戻らせるようにしなければいけないでしょうか。それに対してアブラハムは言った。私の息子をそこに戻らせることのないよう注意しなさい。私を父の家からまた親族の土地から召された天の神エホバは私に語り、私に誓ってあなたの種にこの地を与えると言われたのだから、あなたに先立ってご自分の使いを送ってくださり、あなたは必ずや私の息子のためにそこから妻を迎えることになるであろう。だがもしもその女があなたと一緒に来ることを望まないとすれば、その時にはあなたもまた私にしたこの誓いから解かれたことになる。ただ私の息子をそこに戻らせることだけはしてはならない。そこでしもべは自分の手を主人アブラハムのももの下に当て、このことに関して誓いをした。それでしもべは自分の主人のラクダの中から10頭のラクダを取り、主人のあらゆる良いものをその手に携えていくことになった。こうして彼は立ってメソポタミアへ、ナホルの都市へ出かけていった。ついに彼は夕刻、水を汲む女たちがいつも出てくる自分に、その都市の外、水の井戸のところにラクダを伏せさせた。そして彼はこう言った。私の主人アブラハムの神エホバ、どうかこの日に私の前でそれを果たし、私の主人アブラハムに愛ある親切をお示しください。今私は水の泉のところに立っており、この都市の人々の娘たちが水を汲みに出てくるところです。ぜひともこうなりますように。つまり若い女で、どうかあなたの水がめを下ろして飲ませてくださいと私が言うときに、お飲みください、そしてあなたのラクダにも水をあげましょうというもの、そのものをあなたのしもべイサクのためにぜひ選び定めてくださいますように。そのようにして私の主人に忠実な愛をお示しになったことを私に知らせてくださいますように。ところで彼がまだ語り終えないうちに、そこへリベカが出てくるのであった。それはアブラハムの兄弟ナホルの妻ミルカの子ベトエルに生まれたものであった。そして彼女の水がめがその肩にあった。さてその乙女は非常に容姿がよく処女であって、これと性的な交わりを持った男はまだいなかった。彼女は泉に降りていって水がめを満たしてゆき、その後また登ってきた。すぐさましもべは彼女に会うため走っていってこう言った。どうかあなたの亀からほんの少し水を飲ませてください。すると彼女は言った。お飲みください我が主よ。そうしてすぐに亀を自分の手に下ろして彼に飲ませた。彼に飲ませ終えると彼女は続いてこう言った。あなたのラクダたちのためにも全部が飲み終えるまで水を汲んでまいりましょう。そして彼女は亀の水を急いで飲み桶に開け、水を汲むため何度も井戸に走り、
こうしてすべてのラクダのために組み続けた。その間ずっとその人は驚嘆しながら彼女を見つめ、エホバが自分の旅を成功させてくださったのかどうかを知ろうとしてずっと沈黙していた。それでラクダが飲み終えると、その人は重さ半シェケルの金の花輪を、また彼女の手のために2つの腕輪、重さが金10シェケルのものを取り、その後こう言った。あなたはどなたの娘さんでしょうか。どうか私に言ってください。あなたのお父さんの家には、私たちが夜を過ごせるようなところがあるでしょうか。すると彼女は言った。私はミルカの子、ベトエル、ミルカがナホールに産んだ者の娘でございます。そして彼女はさらにこう言った。私どものところには、藁もたくさんの貝場もあり、夜をお過ごしになられる場所もございます。それでその人は身をかがめ、エホバの前に平伏してこう言った。私の主人、アブラハムの神エホバが褒めたたえられますように。私の主人に対して愛ある親切と信頼性とをお捨てにならなかったのです。私は道を参りましたが、エホバは私を主人の兄弟たちの家へと導いてくださいました。それで乙女は走っていき、これらのことについてその母の家の者たちに告げた。ところでリベカには兄弟がおり、その名をラバンと言った。それでラバンは外の泉のところにいるその人のもとに走っていった。そして、花輪と妹の両手にある腕輪とを見、妹リベカの、その人は私にこのように話しましたという言葉を聞いて来てみると、その人は泉のそば、ラクダの傍らに立っているのであった。直ちに彼は言った。エホバに祝福された方、おいでください。どうしてこんな外に立っておられるのですか？私の方は家とラクダのための場所とを整えましたのに。そこでその人は家の中に入ったが、彼はラクダの装具を外して藁と貝場をラクダに与えて行き、またその人の足およびそれと共にいた人々の足を洗う水を用意した。その後食べるものが前に出されると、その人はこう言った。私は自分の要件についてお話ししてしまうまでは何もいただきません。そこで彼はお話しくださいと言った。それでその人は続けてこう言った。私はアブラハムのしもべです。そしてエホバは私の主人を大いに祝福されました。これを大いなるものとして行かれ、羊、牛、銀、金、ゲナン、ハシタメ、ラクダ、ロバを与えておられます。さらに私の主人の妻サラは、年老いてから私の主人に男の子を産みました。主人は自分の持つすべてのものをこれに与えるのです。それで主人は私に誓いをさせて、こう申しました。あなたは私の息子のために、私が住んでいる地のカナン人の娘の中から妻を迎えてはならない。いや、あなたは私の父の家へ、私の家族のところへ行く。こうして私の息子のために妻を迎えるのだ。しかし私は主人に申しました。もしその方が私と一緒に来ようとしなければどういたしましょうか。するとこう申しました。私がその見舞いを歩んできたエホバは、見つかりをあなたと共に使わして、あなたの行く道を必ず成功させてくださるであろう。あなたは私の息子のために、どうしても私の家族から、私の父の家から妻を迎えなければならない。あなたが私の家族のもとに行ったとき、そのときあなたは誓いによる私への務めから解かれる。もしその人たちがその娘をあなたに渡さないのであれば、その時あなたは誓いによる私への務めから自由になるのだ。今
泉のところに着いたとき、私はこう申しました。私の主人、アブラハムの神エホバ、もし私の進むこの道を本当に成功させてくださっているのでしたら、今私は水の泉のところに立っておりますが、ぜひともこうなりますように。つまり、水を汲みに出てくる乙女で、私がどうかあなたの亀から少しばかり水を飲ませてくださいというときに、あなたもお飲みになり、またラクダたちのためにも水を汲んでまいりましょうという人、その人こそエホバが私の主人の子息のために選び定められた人です。私が心の中で語り終えないうちに、そこへリベカが肩に亀を乗せて出てきたのです。彼女は泉に降りていって水を汲み始めました。そこで私は言いました。どうか私に飲ませてください。すると彼女はすぐに亀を下ろし、お飲みください。あなたのラクダたちにも水をあげましょうと言ったのです。それで私は飲み、彼女はラクダにも水をやってくれました。その後私が尋ねて、あなたはどなたの娘さんですかと言いますと、彼女は言いました。ナホルの子、ベトエル、ミルカがナホルに産んだ者の娘でございます。そこで私は彼女の鼻に鼻輪を、両手に腕輪をつけさせました。こうして私は身をかがめてエホバの前に平伏し、私の主人アブラハムの神エホバを褒めたたえました。私の主人の子息のためにその兄弟の娘を迎えるよう私を誠の道に導いてくださったからです。ですから今、もしあなた方が私の主人に対して愛ある親切と信頼性とを確かに示してくださるのでしたら、そのことを私に話してください。また、もしそうでないなら、そのようにおっしゃってください。それによって私は右か左かに参ります。するとラバンとベトエルは答えて言った。エホバからこのことは出ています。私たちはよしあしをあなたに言うことなどできません。さあ、リベカはあなたの前にいます。彼女を連れて行ってエホバの語られた通り、あなたのご主人の子息の妻にならせてください。こうして彼らの言葉を聞くと、アブラハムのしもべはすぐさま地にエホバの御前に平伏するのであった。そしてしもべは銀の品物、金の品物、種々の衣を取り出してはそれをリベカに与え、また襟抜きの品々をその兄と母に与えた。その後彼ら、つまり彼および共にいた人々は食べたり飲んだりし、そこで夜を過ごし朝になって起きた。それから彼は言った。私の主人のところに去らせてください。すると彼女の兄と母は言った。この娘を私たちのもとにせめて10日とどまらせてください。その後でしたら行ってもよろしいです。しかし彼は言った。私を引きとどめないでください。エホバは私の道を成功させてくださったのです。私を去らせて主人のもとに行かせてください。それで彼らは言った。娘を呼んで当人の口から聞いてみましょう。そこで彼らはリベカを呼んでこう言った。あなたはこの方と一緒に行きますか？すると彼女は言った。参りたいと思います。そこで彼らは自分たちの姉妹リベカとその乳母、またアブラハムのしもべとその一行を送り出すことにした。そして彼らはリベカを祝福してこう言った。私たちの姉妹よ、あなたは万の幾千倍にもなるように、あなたの種はそれを憎む者の門を手に入れるように。その後リベカとその次女たちは立ち、ラクダに乗ってその人に従った。しもべはリベカを連れて去っていった。さて、イサクは
ベールラハイロインに通ずる道に来たところであった。彼はネゲブの地に住んでいたのである。そしてイサクは夕方になる頃静かに思い巡らすため野に出て歩いていた。彼が目を上げてみるとそこへラクダの一体がやってくるのであった。リベカが目を上げた時イサクの姿が見え、彼女はさっとラクダから降りた。そしてしもべにこう言った。野を歩いて私たちを迎えに来るあの方はどなたですか？するとしもべは言った。あの方が私の主人です。それで彼女は頭巾を取って身を覆った。そしてしもべは自分の行ったすべての事柄をイサクに細かに話していった。その後イサクは彼女を自分の母サラの天幕に連れて入った。こうして彼はリベカをめとり、彼女はその妻となった。そしてイサクは彼女を愛するようになり、母を亡くした後の慰めを得た。